マスマインリサーチ、今回のテーマは三角関数列のグラフにおける空白域です。 y イコールコサイン θ のグラフを円の値を書いて同時に描画すると、この関数列のグラフの中に白い筋のようなものが現れます。この空白域がなぜ生まれ、またどのような図形上に存在するのでしょうか。その空白域の秘密に迫りましょう。下のグラフは y イコールコサイン θ のグラフを描画したものです。ここで円の値をどんどんと大きくしていくとどうなるでしょうか。進路数が大きくなっていきます。おなじみだと思います。では n イコール1から n イコール20までのグラフを重ね書きするとどうなるでしょうか。よく見るとこの関数列のグラフの中に白い筋のようなものが現れてきます。この空白域がなぜ生まれ、またどのような図形上に存在するのか、それが今回のテーマとなります。その謎を解き明かすために、二曲線 y イコールコサイン mθ、 y イコールコサイン nθ の交点を求めてみましょう。差の公式を用いて変形します。この式より求める θ の値は次のようになります。つまり交点は AB の2つのタイプに分かれることになります。下の図は m イコール2、 n イコール4の場合のグラフを表していますが、赤丸は A タイプ、そして青丸は B のタイプの交点を表しています。当たり前ですが、交点は重複も含めて N 個を持ちます。M の値を固定して N の値を変化させてみましょう。そして交点がどのように変化するのか見てみましょう。では M の値を3に変えて再度見てみましょう。交点の数が A タイプの方が B タイプより多いようですが、その理由はどこにあるのでしょうか。次にこの交点における接線について考えてみましょう。 A タイプの場合 θ イコール n プラス m 分の 2kπ における fθ イコール cosθ、 gθ イコール cosmθ のそれぞれの傾きは微分すると求めることができます。ここで次の関係式の値を求めると0となるので、接線の傾きの比はマイナス m 分の n となることがわかります。このことを念頭に入れて A タイプの接線の傾きの変化の様子を見てみましょう。同様に B タイプの場合は M 分の N となります。ぜひ確かめてみてください。このことから接線の傾きは A タイプでは異符号、 B タイプは同符号となり、傾きの大きさの比も次のようになることがわかります。ではもう一度 AB 両タイプの接線の傾きの変化を見てみましょう。A タイプでは異符号、 B タイプでは同符号になっているのがわかります。 MN の値を変化させ同時に描画した時の空白域が現れる根本の原理が少し垣間見えてきました。この交点における接線の開き具合が大きく関わってくることが予想されます。ではこの空白域との関連はどこにあるのでしょうか。今y イコールコサイン nθ、 y イコールコサイン mθ の交点が θ y であるとします。すなわち y イコールコサイン mθ イコールコサイン nθ が成り立つとします。先ほどみたいに交点は2つのタイプがあります。ここで次のような式変形をします。 θ イコール n プラス m 分の 2kπ の時、1枚のコサインn プラス mθ イコール0より1は次のようになります。 y イコールコサイン θ イコールコサイン mθ より2は次のようになります。よって y の式は次のように求めることができます。
よって交点 θ イコール n プラス m 分の 2kπ は、曲線 y イコールプラマイコサイン2分の n マイナス mθ 上にあることが分かりました。では、y イコールコサイン nθ のグラフに今求めた y イコールプラマイコサイン2分の n マイナス mθ を重ねてみましょう。空白域の一部を埋めることが確認できます。さらに、θ の値で横軸に垂直な直線を重ねてみましょう。空白がかなり埋まっていくのが分かります。それ以外の空白域についても解析すれば、さらにその正体を解き明かすことができると思います。また、 y イコール sinnθ についてはどうでしょうか。ぜひ挑戦してみましょう。三角関数列に関する話題をもう一つ紹介します。三角関数の2倍角3倍角の公式は次のようになります。 cosθ は n イコール2、3の時、 cosθ の式で表すことができます。正の整数 n について、 cosθ は cosθ の式で表されることは、和差の積の公式を用いて次のようにして示すことができます。これより、cosθ と cosn プラス 1θ が cosθ の多項式であれば、当然 cosn プラス 2θ も cosθ の多項式になります。つまり、x イコール cosθ、cosnθ イコール tnx と置くと、次のような全化式が成り立つことになります。この全化式をもとに、4倍角、5倍角の式を求めると、次のようになります。ここで TNX は N 字の多項式で、チェプシェフの多項式と呼ばれています。これらの関数は次の正方形内に収まっているので、キューブファンクションと呼ばれています。この Y イコール TNX のグラフを同時に描画してみましょう。このグラフの中にも、先ほどと同様な空白域を見つけることができます。これらについても同様に解析することができるのではないでしょうか。ぜひ挑戦してみてください。この講座で扱った内容は次の書籍に載っています。 Amazon で購入することができるので、ぜひご購入よろしくお願いします。次回のテーマは、正三角形から正方形のトランスフォームです。リュードニー分割とは、正三角形を4つのピースに切り分けて正方形を作るパズルを言います。これを様々な図形に拡張してみましょう。それでは次回またお会いしましょう。